ここは G1 単勝万馬券の回です。に対する視聴者の反応集。G1 単勝配当2万超え仲間が増えた。そういや、リッキー最低人気とかだったな。リッキー以来実に10年ぶりの G1 単勝2万事案。JRA G1 単勝配当、1986年以降。1989年、エリザベス女王杯。サンドピアリス、43,060円。2014年、フェブラリーステークス。コパノリッキー、27,210円。2000年、スプリンターズステークス。大拓山と、25,750円。2024年、ビクトリアマイル。テンハッピーローズ、28,600円、ニュー。サンドピアリスが異質すぎる。サンドピアリス、43,060円。これ買えるやつトータルで負けてる。リッキーは買った理由を後から考えればわからなくもない。サンドピアリスは何をどうやっても買える材料がない。サンドピアリスは後から戦績見ると、京都芝2400だけのスペシャリストだったらしいけどわかるわけがない。コパのリッキーはスランプ、テンハッピーローズは足りないとはいえ重賞前線はしてる。サンドピアリスは過去に芝重賞で惨敗してて本当に買い要素なかったからな。もしあのエリジョが初の芝レースだったらサンドピアリスはもうちょい人気してるよね。過去に芝重賞使って見せ話だからダート馬やと思うやん。10年ペースで出てこないなら200倍超えの馬なんて買うもんじゃないな。あのニュッと伸びてきたのなんだったんだよ、隠されたギアか。一頭だけ手応えが違いすぎる完璧な加速。馬主が確か G1 も重賞も初めてってぽい。3着変なの来い。なんか1着に突っ込んできた。リステッド1着、G3、7着、G2、6着。ウームコパのリッキーよりはギリ買えるかもしれないって意味でも 208.6 倍は妥当。過去に一度でも1600メートルで買ってたらここまでの不人気にはなってないだろうなって馬ではあるんだけど。ただビクトリアマイルって高速馬場すぎるのもあってそもそもスプリント系の馬来るんだよな。忘れてた。G1 で大穴開ける馬はほぼ一発屋なんだけどリッキーは異質だな。大拓山とも一発屋じゃねえぞ。G1 こそ勝てなかったがスプリンターズステークスとマイルチャンピオンシップで入着はしてるし、重賞も2勝してる。スプリンターズステークス勝った時はまだ重賞未勝利だったんだ。その後にスワンステークスと阪急杯を勝ってる。超大穴で G1 圧勝した上に一発屋で終わらずその後も一戦級で戦い続けてた大拓山ともだいぶ異質だよな。成績だけ見れば7歳で急に覚醒したとしか思えん。単勝万馬券組も含めるとノーリーズン、115.9 倍、もいる。ノーリーズンでもこの中だとそこそこ走った方だな。ユーフ用法は兄貴に勝って燃え尽きたしサンドピアリスはサンドピアリスだから。最低人気 G1 制覇後に再度 G1 勝利の回、会長のコパのリッキーです。G1 単勝万馬券勝利の後に再度 G1 勝利の回、最低人気、一番人気で同一レース連覇の回、の会長も兼任しています。絶賛新入会員募集中です。後から見たらこいつだけ構想要素ありすぎだろとなる。そうは言ってもオープンで2連続惨敗の馬を G1 で買うのはまあ難しい。正直他の単勝万馬券 G1 ホースたちと比較してコパのリッキーの 272.1 倍は詐欺だろ感がすごい。もともと世代トップレベルの馬に故障で大スランプ、復活のタイミングがよりによって抽選突破の G1 って。まず後の G1 級馬に6馬身で圧勝できる馬を用意します。怪我をします。前走と前々走で凡走します。G1 に抽選で通ります。勝ちます。その後 G1 級を重賞します。これであなたも会員です。大拓山とも頑張ったんで最低人気勝利の後にもう一回 G1 勝利はひょっとしたらあるかもしれない。でも、最低人気と一番人気で同一レース連覇、はもうねえよ。大拓山ともまあ、257.5 倍とかなるほど弱い馬かって感じではあるからな。この時のスプリンターズステークスのメンツで重賞馬じゃないの2頭だけだしアグネスワールドとか上位に人気がかなり売れてた影響だが、サンドピアリスは当時コバ版のエリザベス女王杯があればもう1勝の可能性もあったかもしれないが、それこそ今年のフェブラリーステークスなんて最低人気でも 122.1 で大波乱みたいに言われてるペプチドナイルは 38.0 倍止まりだし、元から混戦ムードだとそこまで低人気馬のオッズ跳ねないからな。リッキーの時の一番人気ってタル？ザール？ベルシャザールの方。
そんなに足る前と差はないんで、2.7 倍と 3.6 倍、人気2分って感じだが、前走前前走ボロボロとはいえ仮にも6馬身勝ちした重賞馬が最低人気になるのってどうなん？重賞価値のコースが兵庫1870メートルなんでフェブラリーステークスとは過去の例からしても繋がってないレース。そもそも除外対象、回避馬出て抽選突破なのでもともと無視されてた。連敗以外にも無視される要素あったんで。他のインパクト強すぎて言われないけど安城も内パク、と先、本番田辺で明らかに勝負気配が感じられない。でも勝っちゃったわけで、世の中何が起こるか本当にわからないものだ。メジロパーマーって最低人気ではなかったんだっけ？行くのが最低人気でパーマーはドベニの15番人気だった。同年に宝塚と新潟大商店勝ってるのにこの扱いだから割と散々。最低人気の行くのですら 67.3 倍なんで割とまんべんなく売れてはいたしな。我ら、逆追い切り下げ部。牛場に続き、テンハッピーローズ城が逆追い切り下げ部へ入部。この娘はサボってるとかやる気ないのではなくこれが普通っぽいんだよな。あっちょうちょう、って感じに顔が、ちこっち動くな。クソ追い切り部大好き。追い切りは縦で見ろとはよく言ったもんやな。縦で見ても斜めなんですが。これはやる気がないというか抑えきれてないって感じだな。6歳馬の姿か？これが。昨日の私、聞いてください。今年のビクトリアマイルは、ローズが勝ちます。今すぐ彼女の単勝を買ってください。わかりました、スタニングローズですね。わかりました、スタニングローズに単勝100万円です。初や初 G1 ですね。初 G1 なんてなんぼあっても良いですからね。なんか3年前のエリジョでも似たようなこと聞いたな。21年のエリジョの、赤、の単勝を買え、を思い出した。